十代目、坂東三五郎は、日本の俳優、歌舞伎役者、日本舞踊坂東流江元、野号は大和屋、縄文は三津王、替右門は花勝美、拝名は一万尺、全名の五代目、坂東安助でも知られる。本名は森田久志、青山学院大学文学部中退。ホリプロブッキングエージェンシー契約俳優、長女は女優の森田直。 長男は二代目、坂東美之助。また、女優の池上きみ子は十枚にあたる。坂東三五郎家は、江戸三座の一つ森田座元の森田館いよいよ家と、家計が近く、十二代目森田館いよいよの長男が、養子に入って七代目、坂東三五郎となったことから本名が、森田姓となっている。その七代目、三五郎の養子、八代目、 坂東三五郎の長女、吉子を母に、向子養子、四代目、坂東や祖助を父に、森田久氏は生まれた。森田家では七代目三五郎以来の男児だったので、七代目の本名、小峠作にあやかって、呪と命名された。1981年に、浅草公会堂で2年目の公演となる、初春花形歌舞伎に、父、三五郎と共に出演して、以降、 同公演の常連として1998年まで11回の出演を重ねた。11代目、市川海老蔵襲名披露工業において、白血病を発症した12代目、市川團十郎の代役として出演する活躍を見せた。2013年8月、水蔵に腫瘍が判明し、手術、治療のため入院。これにより、9月大歌舞伎並びに、 歌舞伎座特別舞踊会を休演することになった。2015年2月21日、水臓癌の試死去。59歳没。生前最後の仕事は2月7日に収録した美の壺、息を持ち歩く因伝でのインタビュー出演であり、2月27日に放送された。ありがとうございます。